皆様ごきげんよう、小島です。本日は11月の20日、日本アライナー矯正研究会は1週間後となりました。今日はですね、今回その日本アライナー矯正研究会第6回の、メインテーマであるアライナー型矯正治療による抜歯治療のアプローチ、それとあと僕の、JAO の今年の2019年にお話しする内容についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずですね、アライナー型矯正治療、そのインビザラインシステムを使ってるんですけども、一番初めに抜歯症例の論文というのがですね、小臼歯4本抜歯の症例の論文というのは2006年にジャーナルオブクリニカルオルソドンティック JCO で発表されました。でその時にですね、そこの論文で書かれていたものが、当時その先生がですね、すでに275症例の非抜歯の治療を終えて抜歯治療に取り掛かったということをコンクルージョンで書いてありました。それが約今から13年前の話なんですけども、今はですね、いろいろ現状が変わってます。スキャナーが出たり、あとマテリアルが変わったりとかですね、あとさまざまな論文が出たりとか、いろいろその時と比べて背景は変わっているんですが、抜歯治療というものはですね、その分非抜歯の治療に比べて難易度が高い。それはどの先生もどの患者様もご理解いただけると思います。なのでアジアの患者様、特に日本の患者様はですね、どうしてもそのいろんなプランニングを考えるんですが、抜歯症例を避けられない、その抜歯治療でしか治せないっていう患者様も非常に多いんですね。なので我々そのアライナー矯正治療を行っているドクターはどうしてもそのアライナー矯正治療による抜歯治療のアプローチ、抜歯治療のテクニック、知識というものをしっかり、理解する必要があると、それは多くの会員様からですね、毎年そういう依頼をいただいていました。そもそもですね、その抜歯、アライナー矯正の抜歯治療が難しい理由は何なのかということなんですけども、大きく分けて3つあると思います。1つは、アンカレッジコントロールですね、その大臼歯のアンカレッジ、それをアライナーで行うときに、その大臼歯のティッピングだったりボーイングエフェクトを起こさないように、もしくはアンカレッジロスを起こさないように、どのようにマネジメントするのかと、そこが一つの問題になります。2つ目が抜歯部位、スペースの閉鎖ですね、歯を抜くということなので、小臼歯でいうと8mm、大臼歯でいうと12ミリぐらいのスペースを閉鎖しなきゃいけない。でそれは非抜歯の治療と抜歯の治療によって大きく違うところです。このスペースを閉鎖するという治療のステップを踏まないと抜歯治療のアプローチができない。これは非抜歯と抜歯治療で大きく違うところ。3番目のポイントは仕上がり、ゴールの設定だと思います。歯を抜くということは患者様 もう希望する方はほとんどいないんですね。ただ歯を抜かないと並べられない、歯を抜かないと治療が完了しない、そのリスクを背負って治療しますので、それ相当の仕上がりが良くないとやはり良くないというふうに考えております。なので最終的に歯をどこに並べるのか、歯のポジションをどうするのかと、スマイルラインをどうするのかという、そのゴールの設定、クオリティがかなり高くなると、それがまずその抜歯治療におけるその難しい治療のポイントだと思います。この3つですね、アンカレッジのコントロール、スペースの閉鎖、あと仕上がりのこのポジションですね、全身のポジション、そういうことを含めて今回はさまざまな抜歯症例に対してですね、全ての先生が皆さん違うアプローチで今回講演をしていただくと。僕もですね、多くのアライナーの矯正歯科学会、世界中の矯正歯科学会に行きますが、全ての先生がもう抜歯の、それもアライナー矯正の抜歯のトピックしかお話ししない学会、研究会、カンファレンス見たことありません。今回日本アライナー矯正が初めての取り組みになります。一人の先生だけではなくて、多くの先生 その知識、経験、あとそのアプローチを学ぶことによって先生方の日常の臨床がですね、大幅に上がるというふうに考えています。今回の日本アライナー矯正研究会で僕が発表させていただく僕のテーマはセグメントトゥースコントロールというお話をしたいと思います。抜歯治療におけるその難しい、そのさっきお話しした3つのポイント、これをセグメントを分けることによってよりシンプルに、よりコントロールしやすく、アライナーのステージング、アライナーのこうマネジメントをよりシンプルに設計して、我々は治療を取り組んでます。2010年からですかね、2010年からそのセグメントトゥースマネジメント、セグメントトゥースコントロールというのを実施して約9年ほど経ってます。
我々のアプローチというのはですね、様々なそのデジタルのその DSD を取り込んだり、あと STL とダイコモを混ぜたりとかいろいろしてるんですけども、ベーシックな部分ですね、そのすごく重要な部分はセグメントトゥースコントロールというのを僕たちの臨床に取り組んで、それを実地しているので歯のコントロール、あと最後のポジショニングが非常に自分たちのこう設定するところにきちっと持っていけると。で今回は、JAO で僕の、2日目の、セッションでそのお話を初めて、したいと思います。2019年11月28日29日東京大学伊藤社音国際ホールで、お会いしましょう。それではごきげんよう。